こんにちは。アマゾンサポーター堀秀夫です。オーストラリアアマゾン情報、世界のアマゾンを比較して、今進出するならオーストラリアだということなんですけど、それはなぜか。まずこちらが去年年末にいただいた会員さんの売上報告、アメリカアマゾンの売上報告です。30日で34,454ドル、約380万円で、30% が利益なんで120万弱、これだけの利益を上げてます。あるいは22,157ドル、14,167ドルという金額が、一人で取り組んで売り上げてるという会員さん。これ今から3年以上前にアメリカアマゾンを始めた会員さんの売り上げですけど、去年の年末時点でもこれだけ稼げてると。しかし今からアメリカアマゾンを始めても同じだけ稼ぐのは無理です。というか、今からアメリカアマゾンを始めるとアカウント削除される可能性が高いです。これ世界のアマゾン進出国、オーストラリア、ブラジル、カナダ、中国、フランス、ドイツ、インド、イタリア、日本、メキシコ、ネザーランド、オランダ、スペイン、あとイギリスというふうにあるんですけど、それぞれの国の問題点、あるいはメリットあります。日本の場合はもうデリバリープロバイダー問題、ヤマトが即日配達から撤退しちゃったんで、即日配達、あるいは期日配達が非常に、しにくくなったと。またアマゾン荒れてます。日本のアマゾン荒れてます、メーカー品、これ売っていいのと、いうようなコピー商品もガンガン出てます。そんなわけで売上金を没収される売り主も増えてますし、もう対策としては小売店売じゃなくてもうメーカーになるしかないというのが日本アマゾンの現状です。一方アメリカアマゾンの問題点、FBA 倉庫のキャパオーバー、これに納品から売り出しまでの時間が長くなってます。また受け取りミスも多発してます。そして偽物やコピー商品、ライセンス違反の取り締まりが厳しくなってます。昔からやってる出品者さんはもう問題ない取引をずっと積み重ねてますから、あんまりこの証拠を出せってきませんけど、新規で始めると、もうこれすぐ来ます。メーカーであることの証明書か、あるいはメーカーが、代理店からの再販売許可をもらってるその書類を出せと。で、しかもその書類を偽造しても本当の書類かどうか確認したりします。当然偽造だとバレればもう、アカウント削除です。で、実際にメーカーじゃなければこの書類は作れません。取れません。そんなわけで、アメリカアマゾン売上金没収、対策としてはメーカーになるのが一番という形です。そしてオーストラリアアマゾンのメリットは、日本とアメリカのこの問題点がないことですね。まず配送品質。これはアマゾン以前のオーストラリアのネットショップは、もう何がいつ届くかわからない。冗談みたいな状態のネットショップばかりでしたんで、オーストラリアの場合は頼んだ商品が数日で届くってのはすごいメリットです。また偽物やコピー商品、ライセンス違反の取り締まりも甘いです。まだそんな出品者もいないし、取引ボリュームもそんなないんで偽物出品等の問題がないんで取り締まりも緩いです。そして、それだけ取り締まりも緩いですから、売上金没収の心配がないと。何らかの問題でアカウントサスペンドになった会員さんも普通に簡単にサスペンド解除できてまた復活してますんで現時点で私のサポートを受けてオーストラリアアマゾンに取り組む限りは売上金没収の心配ってのはほとんどない。それからオーストラリアアマゾンが初心者が気軽に始めて無難に稼げる唯一のアマゾン市場であるということが言えます。カナダはもうアメリカのおまけみたいな感じでわざわざ、極力注力するほどのもんでもないと。ヨーロッパについては日本人がイメージするよりもう全然ボリュームもちっちゃいのにめんどくさいことが多すぎて取り組むメリットがありません。で、インドと中国については特殊な国なんでアマゾン自体が苦戦してますんでアマゾンが苦戦して体制整えられるのどうかっていう状態ですから今から参入して儲かるかどうか全く未知数で、ブラジル、メキシコ、トルコは、もうこれ未確認。正直、どうやって参入してどう取り組むかってとこもなかなか
情報が少ない。そして、特殊な決まりがあって調べにくいと。でそこ突っ込んで調べたところでね、オーストラリアほど、市場のボリュームがある市場でもないですし、まあ、まだ未確認。で、市場の成熟度的にも、オーストラリア、アマゾンが一番有望と、ね。今ちょうどこのね、イノベーター、1年以上、もうオーストラリア、アマゾン上陸して、1年以上じゃないか。もう、2年弱経ってますんでね。ようやく浸透してきて、今、どんどん利用者増えてきています。ですんでね、今から参入して、甘い市場っていうのはね、商品選びなんかで、アメリカとか日本で出したらアカウント削除になるような商品出しても、まあその商品が売れなくなるだけで他を求めない。そんな状態に得意な商品を探せば、まあぐんぐん市場が大きくなりますんで、まあ本当に儲かるのかな。大して売れてないじゃん。ね。月30万、40万しか売れてないじゃん。ね。言っても、まあそれどんどんね、市場の成長とともに大きくなりますんで、始まった時ね、30万超えて喜んだのが、遠い、いい思い出だねっていう風に、売り上げが先ほどのアメリカアマゾンのね、300何十万とか、まあ、それ以上の金額だった時に思う日が、3年以内にやってくるであろうというような有望な市場です。オーストラリア、ね、オーストラリアの経済研究所の予測によると、オーストラリアアマゾンは3年後にはオーストラリア第6位の小売業者になると。で、この第6位の小売業者になった時の売上予測は7兆8000億円。これは日本アマゾンの7倍の規模です。ですんでね、今、日本で仕入れてオーストラリアに輸出するのが一番おすすめ。何しろ、取り組むのは簡単。それなのに、市場はどんどん大きくなるんで、儲かる可能性は非常に高い。高いっていうか、大きく儲かる可能性が非常に高い、ね。で、逆に損する可能性はほぼないと。オーストラリアは物価が高くて日本は物価が安いんでね、取り組んでさえいれば、参加さえしていれば市場の成長とともにどんどん稼げるようになるというね、まあ、非常に面白い有望な市場なんで、いつ始めてもいいというわけじゃなくてね、やっぱり今の時期始めるからこそその甘い仕組みの中で、市場に慣れてアマゾンの信頼を得ることができるという状態なんでね、まあ、今のうちにオーストラリアアマゾン、取り組むことをお勧めします。